セミカ様、いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者様を導きます。大樹は選ばれた者だけ入れる未開の地。その先に何が待ち受けてるのか、行ってみないとわかりません。でも、たとえ、どんな災難が起きたって、私が必ず彼をこの手で守ってみせます。彼は、私たちの希望の光。その光がある限り、世界は闇に染まらない。私、そう信じてますから。だから、無事に使命が果たせるよう、見守っていてくださいね、セミカ様。ん？まさか、今の聞いて！っていうか、そのごっつい剣は何よ。あんた今までどこ行ってたの？ここで長老様の話を聞いてたら急にいなくなっちゃうんだもんな。びっくりしちゃったわよな。あんた一体どうしたの？そんな泣きそうな顔で見られたらこっちも調子が狂っちゃうじゃない。これから大仕事するってのに、肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ。しっかりしてよね、勇者様。きゃー、よかった、戻ってきてたのね。どこにもいなくて心配したんだから。どうしたの？さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そんなの持ってたら悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。まあいいや、それよりも早く命の大樹に向かおうぜ。俺もう待ちくたびれちまったよ。始祖の森の山頂にある祭壇に私たちが持つ6つのオーブを捧げれば命の大樹に行けるということでしたね。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。
まずは山頂の祭壇を目指しましょう。さあ、長かった旅もいよいよ終盤じゃ。悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の大樹へ向かうぞい。
すがにこの年で山登りは足腰に応えるの。山頂までもう少しかかりそうね。タイジちゃんに会う前の、いよいよ明日は命のタイジの元へ向かうのね。なんか緊張してきたわ。ねえセーニャ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。あ、そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？誰かが生き返るとき、その葉は散り。なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか？間違いあるまい。さあ、6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。これは虹の橋？なんてまばゆいのでしょう。いよいよ命の大樹へのお目通りが叶う時が来たわね。さあ行きましょう。
これが大樹の魂。なんだか初めて見る気がしないわ。懐かしいような、怖いような。はあ、不思議なもんだな。俺もずっと昔に来たことがあるような気がするぜ。世界中の命が集まっている場所なんでしょう。きっと、あたしたちの生まれる前の記憶が残っているのかもしれないわね。いや、何これ、ビリビって弾かれたわ。やはり勇者の紋章を携えた者しか大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払う者、おそらく勇者の剣であろう。さあ、大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならばあれを手にすることができるはず。ホメロス、いつの間についてきやがった。尾行にも気づかぬドブネズミに語る言葉など持たぬ。私の目的は悪魔の子ただ一人。今のは、はしたない真似をされるな、マルティナ姫。あなたは私にとってこれから起こる大祭の犠牲となる一人に過ぎない。そんなバカな、闇のオーラを切り裂いただと。その剣は一体、剣、己、そんな剣一つで私に勝てると思うたか。悪魔の子よ、悪魔の子と手を結びし者どもよ、この命の大樹を貴様らの墓標にしてくれよ。ここで果てるがいい。
闇の力を受けよ。バカな、この私が、この私が破れるなど。こんなところで果ててはあの方へ申し訳が立たぬ。いや、この破片は。ホメロスを追って来てみれば、これは一体この場で何が起こったというのだ。グレイグよ、この者の姿を見るがよい。デルカダール王国の将として仮面をかぶりつつ、裏で魔物に魂を売っていた者の末路じゃ。グレイグ、よく聞きなさい。魔物の手先として暗躍し続けていたのは彼じゃないわ。ホメロスだったのよ。やはりそうだったのか。ホメロスよ、お前ほどの男が何故魔物に。お助けくださいませ。人民をたぶらかし世を乱した悪魔の手先め、死をもって償うがよい。グレイグよ、よくぞホメロスの正体を見抜き、わしをここまで連れてきてくれた。そなたがいなければ、わしはずっとホメロスの口車に乗せられ、魔物たちの企みに手を貸していただろう。ありがたきお言葉。ホメロスの凶行を事前に食い止めることができ、幸いでした。勇者よ、今までのわしの行いをどうか許してほしい。わしは今までホメロスから、勇者こそが魔物を呼ぶ存在、悪魔の子なのだと説き伏せられてきたのじゃ。お父様。おお、そなたマルティナか。よくぞ無事でいてくれた。そんなところにいないで、よく顔を見せてくれ。老よ、
そなたにも苦労をさせたな。ユグノアの件は残念だったが、これからは力を合わせ復興していこうではないか。それも大事じゃが、まずは16年前に我が国イグノア王国を滅ぼした宿敵ウルノーガを倒さねばな。ホメロスもおそらくウルノーガの手先だったのだろう。話は聞いたが、全ての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。さあ勇者よ、大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのじゃ。素晴らしい剣だ。わしにも見せてくれぬか。なんだ今のは。まあよい、それよりも早くデルカダール城に戻って宴の準備をせねばな。おお、もしやわしらをデルカダール城に招いてくれるのか。今さら何を言う老よ。そなたたちはウルノーガの手先ホメロスから命の大樹を守った英雄ではないか。聞いての通りだ。そなたたちの功績を称えるため我が城に招待させてほしい。すまない、見つからぬ。私がこれまでしてきたことは、いつか日を改めて詫びさせてくれ。さあわしらは先に城へ戻るとしよう。デルカダール城で待っておるぞ。
よくぞ参った勇者よ。こうしてそなたを再び迎え入れることができて嬉しく思うぞ。ホメロスにたぶらかされたわしは長い間勇者こそ災いを呼ぶ悪魔の子だと思い込んできたが、よくぞホメロスを打ち果たし我が娘マルティナを見つけてきてくれた。おかげでようやく目が覚めたぞ。それからお主に会わせたい相手がいるのだ。もうグレイブよ。はっ。私よ、幼なじみのエマよ。無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私あなたがお城に旅立ってすぐのことよ。ホメロスという将軍が大勢の兵士を引き連れて医師の村にやってきたの。血の通わない冷たい目をしたその将軍は私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。でも遅れて現れたグレイグ将軍がホメロスを止めて私たちをかくまってくださってね。長い間お城に閉じ込められたままだったけど、あなたが本当の勇者ということが分かって出してもらえることになったのよ。本当によく頑張ったね。天国のおじいちゃんもきっと今のお前を見たら喜ぶはずだよ。さあ勇者よ、急な準備ゆえ大したもてなしもできぬが、今日は存分に宴を楽しんでくれ。皆の者、心して聞け。この日よりこの者を真の勇者と認め、その名を称える者とする。勇者様万歳。勇者様に栄光。
なぜだ、なぜ剣に触れられぬ。まさかこの力は。貴様、その剣を、勇者の剣を私によこせ。一体何の騒ぎ？どうしたの？姫様、これは。やっぱりあなたはお父様じゃない。いいえ、どうやら人ですらないようね。なんとなく感づいておったよ。デルカダール王と何十年も親交のあったわしの目をごまかせるわけがなかろう。宴まで開いて王になりきるとはな。まったく、とんだタヌキがいたもんだぜ。消えた。ちょっと出てきなさい、卑怯者。王様になりすましたり逃げ回ったり、すごいやつね。まだ遠くへ逃げていないはずよ。早く後を追いましょう。手間をかけさせてくれたわね。このベロニカ様から逃げようったってそうはいかないわよ。デルカダール国王に化けた悪しき魔物よ、観念して正体を明かしなさい。
我は魔導士ウルノー。16年前にユグノア王国を滅ぼし、デルカダール王になり変わった者。今まで貴様を追い回していたのに、全ては勇者の剣を奪い、大樹の魂を得るため。だが剣が貴様の手に渡った今、もはや手段は選ばぬ。ここが貴様らの死に場所となるのだ。貴様が魔導士ウルノーか。こうして会える時を16年もの間待ちわびたるぞ。ウルノーが、貴様、今までずっと王に取り付いて私をたばかってきたというのか。グレイグよ、貴様は良い手駒であった。焦らずともすぐに天国の家族のもとへ送ってやる。貴様、まさか我が祖国ヴァンデルフォン王国を。生まれたばかりの勇者を襲い、ユグノア王国を滅ぼし、そして私たちの16年を奪ったあなただけは許せない。この無念、思い知らせてあげるわ。私も戦わせてもらう。こいつは私の家族と友を奪った仇でもあるのだからな。こいつがお前の運命を狂わせた元凶だ。力の限りを尽くして戦うぞ。来るがよい。貴様の力を奪い、地上の命全てを我が供物にしてくれよ。ここで終わりにしてくれる。諦めろ。
話だ。バカな。大勝利。ふっふん。強くなれたみたいです。長い夢を見ていたようだ。イグノア王国が魔物たちに襲われてから、わしは一体何を。おお、おお、それは勇者の紋章。あの時の赤子がなんとたくましく成長したことよ。そなたにはきちんと話をしたいところだが、まだ体が言うことを聞かぬ。お父様、あまり喋ってはいけません。ひとまず体を休めましょう。私はお父様の容態を見ることにするわ。明日になったらまたこの玉座のままで来てちょうだい。マルティナちゃんは16年ぶりにパパに会えたんだもの。二人だけにしてあげましょう。話は進化たちとマルティナから聞いた。わしは悪夢に囚われている間、随分ひどい王だったようだな。そなたがいなければこの国は、いやこの世界はウルノーガに焼き尽くされ、
地上の命は耐えていたことだろう。勇者よ、よくぞ悪しき元凶ウルノーガを倒しロトゼタシアを救ってくれた。そなたこそ古の勇者老主の名を継ぐにふさわしい若者。今ここに勇者の称号を授けよう。俺たちとうとうやったんだな。お姉様、ま、ごめんなさい、今こうしてみんなとこの場にいることがなんだかすごく幸せな気がして。嫌ですわお姉様ったら、私たちはいつだって一緒だったじゃありませんか。そうよね、変よね。ありがとなんだ、急に暗くなりやがった。とてつもなく邪悪な気配を感じます。この力一体どこから。そういえばウルノーガが最後に変なこと言ってたよな。時を遡ってきたのはお前だけだと思うなよとか。あれは一体どういうことだ。王様、大変です。直ちにバルコニーへお急ぎください。勇者の星に異変が。なんだと。わしは先に3階のバルコニーへ向かう。そなたたちも急いで来るがよい。生々しい空の色だ。みんな、あれを見て。勇者の星が落ちているのか。
勇者の星が落ちてしまったのか。一体何が起ころうというのじゃ。何やら胸騒ぎがしてならん。勇者の星の様子を見てきてくれぬか。勇者の星が落ちたのはバクラバ砂丘の方角、デルカコスタ地方へ赴けば何やら見えるやもしれん。おう、私も勇者と共に行きます。うん。これまで勇者に刃を向けてきた償いは、勇者の助けになることで果たさせてほしい。まだ俺にも守るべきものがある。お前が世界を救う勇者なら、俺は勇者を守る盾となろう。見てこいとは言われたが、こいつはぶったまげたな。何なんだよあの黒い物体は。表面からまがまがしい気を放っています。聖なるものでないのは確かですわ。あれが勇者の星なのかしら。このまま放ってはいけないけど、空の上にあるんじゃどうしようもないわ。勇者よ、お困りのようじゃな。生きていたのか、
ウルノーグ。このわしがウルノーガとな。そうか、お主らにはわしがウルノーガに見えるのか。わしはお主らの世界では預言者と呼ばれておる。預言者だと。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな。そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。とはいえこの姿では落ち着かんじゃろう。わしには見える。お主らが神の使いケトスに乗って天空の民と出会う姿がな。神の使いケトスに天空の民だと。なんだそりゃ。伝説の笛の音がかの地へ導く。わしが言えるのはそんなところかの。ちょっと待ちなさいよ。全然わからないわ。残された時はわずか。ぼんやりしている暇はないぞ。さ、行くがいい。伝説の笛って言われてもこれしか持ってないし。何か心当たりある？うん、他に当てもないし試しに吹いてみれば。クジラを呼んだのもまるで初めてじゃないみたい。まあいいわ、あたしたちはいつも通りあんたについていくだけだから。それじゃあ行きましょう。あの空飛ぶクジラに乗って天空の民ってのに会いに行くわよ。